ソクラテスの弁明じゃないけどね、それのマネっていうか、クレオパトラの弁明。ね。クレオパトラは、目が美しかった。一方、カエサルの肖像残ってるような顔をそう長く見るか、だからね。まあ、ローマの中のそういう独特の面。ローマ帝国のね、軍人独特の面はあんな面。今、実は案外そのナチスドイツにそういうね、面が散見されるし。で、つまり、パッチリした目違ってん。ユリウス・カエサル、ユリウスのジュリアス式だってね。で、クレオパトラパッチリ目。鼻が高いの低いに言われてるやろ。実はさ、エジプトの文明ってな、うちらの文明やから、古代文明やから、日本先住民の文明やから、鼻が低いの高いの取り沙汰されそうやろ、うちも。うちで似とってん、クレオパトラって実は。で、性格も似とってん。どっちが悪いの？ユリウス・カエサル、すなわちジュリアス・シーザーとクレオパトラ。それはクレオパトラは、話術の達人だったし、アロマ、ハーブの達人だったし、まあ、魔女だって。魔女女王やって。魔女王やって。なんか、どういう言い方が好きな？こんな人やって。どっちがあるの？ジュリアス・シーザーに、すなわち、ユリウス・カエサルとクレオパトラ。どっちが悪いんですか？クレオパトラが美人やから悪いの？嬉しい。っていう反応があるんだ。何や、その論法。な？それは、その場のな、その会話で、悪い女だな、見て。それは面白い会話でしょうよ。ね。そんなが、なんで歴史に詰まるの？故にクレオパトラは大悪人であり、淫婦でありたい。なんで書かれてます？うちなんか不死だらか？じゃあ、うちのおばあさん調べてみてよ。むしろ、けなげ女子の噂しか出てけへんよ。ほんまにもう。お前らの歴史の書き方おかしいな。ほんま。頭おかしいいうか、頭悪い。どうやったらお前らの歴史のまとめ書き方。で、何をもとに何を正当化しようとしてるか知らんけど、そのためには偽の歴史まで書くから、何を守ろうとしてんの、あんたの歴史は。な、あんたの歴史書くやつはいかん。な。な。教科書で何かを守ろうとしてるんでしょ？歴史の教科書で何かを守ろうとしてるんでしょ？何守ろうとしてんの？猿による人類の乗っ取りを守ろうとでもしてるんですか？不器用って聞こえてきたのような図星やったよな。